さあ行きましょう。やるで。今回ゲームセンター来ましたよ。コインケースをゲットしている。ゲーム用コインですか。50枚1000円か。50枚もありゃ十分ですよね。まずはスロットか。スロットいいね。スロットとカードめくりみたいなこと言ってたよね。とりあえず機種は一緒やな。まあ、設定が多分ね、いろいろあると思うんで、このここが出るような気がするとかわけやかも思ってたけど、これ角に、角にやからね、これね。なんだこれは。これ、なんやこれ。あれか、ルーレット的なことかな。これをカードめくりと言っているのかな。なるほど。何のカードかを当てるということですよね。ピカチュウの3とかそういうことか。まあまあ優しいですけどね。倍率はもう本当に当倍やね。スーズ。いやこれでもこんなん儲からへん。絶対儲からないっすよ。一生儲からない。何潰れていく。儲かる。そうですか。オッケー。そうなった話は別。完全確率じゃないもん。よし、まずじゃあまずここでちょっと増やそうか。いやもうじゃあここにかけていきたいですよね。よっしゃあ、こんなうまいこといくとはね。こんなうまいこといきます。上選ぶ演出いる。いらんよこれ。24倍狙っていきたいけどな。そのかけ4っていうのはどこのこと言ってるの。これのこと言ってるのか。まあもうちょっと減ってからっすよ勝負は。ってからやから勝負は。よし、よしよしよし。来い。最後は24枚絶対いけるやん。これ金が足りてたらですけど、確実ハマるわけやからね。勝ち確なんだよ。じゃあこいつ何やったっけ。ニョロモ的な。もう一度いきます。まだここや。大丈夫大丈夫。まだここニョロモゾーン。大丈夫大丈夫大丈夫。 OK。 まだここなんやけどね。なにー。あっそう、あっそう。そうなる。まあまあそらそうか。そらそうっすよね。24番狙いますか。もう男ですからね。これはでも確率的には厳しいな。スロット行きたい気持ちがあるから、ちょっとやっぱりどうしても完全確率じゃないところ行きたいので、なるべく勝率を上げていく方
方式で。2は5でいきたいですね。2で2に準じますよ。あれか、これが回数なのか。12回分だよね。狙うならもう最後の2回ぐらいです。1桁狙うのはあと5回。よっしゃ、まだや、引きつけろ。じゃあここです。この3回、傾向もクソもそんなもんないから、ほぼ全部ね、どこ行ってもかけにくいので勝負したいですね。どれも一緒よ、確率は全く一緒ですから。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16分の1、狙うような確率じゃないですけどね。16分の1を1回、15分の1を1回、14分の1を1回ずつ勝負できる。ピカチュウの1、うわー、ピカチュウの3、ラストもう一回いける、もう一回いけるわ。13分の1、ピカチュウの1、きたー、よし、よーし、これがギャンブルだ、すでに3倍。よーし、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 オッケー、よーし、気持ちいい。さあ商品見てみよう。高い、嘘やろ、あんなもん無理やって。ケーシーアーボミニリュウ、うわー、惜しい。そっちならまだいける可能性あるな。おっさん出てなさそうなんで、この横の台でいこうか。自分で目をする感じか、ちょっと滑ってる感じはありますよね。軽くは滑ってるのかな。7は狙えるかな。ちょっと7狙ってみます。1個、あと1コマや、真上でしょ。おい、滑った。おわおわ、リーチかかった。なんか、え、なんやねん。っていうことはリーチさえかけときゃいいのかな。左右はほぼ脳制御、リーチさえかけとけば、あ、そっか、斜めはないのか。練習練習、チェリー付きの7ね。よし、でも完璧、さすがに揃えてくれない感じですかね。あれ制御入った今、押せてるもんね、完璧に。ソロまで行きましょう。押せてるもん、完璧に押せてる。まあ斜めは無理ですからね。うん、ここでドゥンって入った時が多分真のチャンスだと思う。滑った時ね。7はピカチュウまで滑ったんで、ほぼピカチュウ確定かなと思って適当にしました。
穴落としが分かりやすいな。うん、来た。これどこで押してもいいと思うんですよ。ちょっと適当にしますわ。くそ、出るわけじゃないのか。確定、まあ、熱いんだと思うんですけどね、これ。あのガン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 のやつは結構熱かったんじゃないか、スーパーリーチ的な。来たかも。いつもの動きやったら当たってるな。そういうわけじゃない。やっぱり当たりフラグが立たへんかったら絶対当たらないパターンや。当たりフラグを積もらないとダメですよ。滑った。だから下段まで来とったからね。よし、よし、来た。おい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 、来たー。しっしゃー、300枚いただき、一気に増幅していく。おらおら、どうじゃ。何枚でしたっけ。ケイシーが200枚やったと思うんですよね。もう一人600のやつがおったっけね。滑ったな今ね。チェリーまで滑ったっすね。来た。これなんなんこいつ、よくわかんない、見えへん。なんすかカメみたいな。あのラッキーでしたっけ、あの卵のやつが熱そうやな。あいつ来たらめっちゃ熱そう。滑った、カメ。え、めちゃくちゃ滑ったけど今4コマぐらい滑ったっすよ。入ってんじゃんこれ。ロングリーチ、ノーマルロングリーチ。そう、当ててくれんか。はい、中断のがいいのかな。滑った。え、いや、これ今の1名右のピカチュウ怪しかったけどな。ほら、お願いお願い。あー、あそこから始まるとほぼ無理かもしれんな。さあ、だいぶ回さなあかんすからねこれね。ですよね、まだまだですもん。来てんねんけどな、なんか広角来てんのねんけどな。滑らない。これいいって、ラッキー待ちやな。あれだいぶ遠いんですよね。ちょっと、いやもう3つ目は目押ししないっすわ。しない方がなんか絶望じゃないですか、あいつ来たら。失望してしまうから。2個目はまあいいとして、すべてチェリー、あえてこの辺で外して。そうそう、来た来た、これはいい、これはいい。あー、あと2つ。いや、よかったよ今チェリー。いやー、くそ、すごく悔しいな。狙いは良かったチェリー、狙いはめちゃくちゃ良かった。やろうとしてること、あ、閉めた。あ、でもいいんじゃない、いいんじゃない。くー、いやでもちょっとロマンを感じますよね。
そこの瞬間ちょっとロマンを感じる。いけそうやぞ。あいつはそうそう出ないっすね。あいつマジでめっちゃ熱いんじゃない出たら。中断。はい、よし、いった、いったかもしれん。うん、止めるところも分かってきたわ。なるほど、当たらん。やっぱフラグだと当てないと無理っぽい。久々のオブリッジ。うん、くそ悔しいぜ。これでも絶対無理やもん。まあでも結局普通に止めて絶対当たらないと仮定したら、この辺止める。もう真裏ぐらいですね。7を真裏ぐらい配置して適当に演出出てくれたらいいんじゃないのっていうのを待ちでいこうか。これがね、ほぼほぼ一周ぐらいするんで、あっちだと今度はダメなんですよ。ダメ、滑った。あ、斜めもいけてるやん。斜めいけんのかい。斜め有効ラインでしたわ。3ラインじゃなくて5ラインでした。どれぐらいの確率なんやろ。よし、うん、もう無理、絶対無理。最低でも5回ぐらい行ってしまいますもんね。あいつは平均すると6、7回やから、それを計算に入れてやってあげないといけない。7コマ手前まで引っ張るってことね。いいかも、いいかも。ぐわー、でも当たらんわこれ。翻弄されてますね。台変わろうか。もっとなんか当てれてもいい気もするしね。いや、もういいっても香り、テクニックがある。レートの高い台持ってこい。一緒やないか。お、なんか7がちゃんと出ない。滑った。ちょっと様子見ていこうか。火薬は、あ、滑った。チェリーか。7は左に出せない。滑るんすよ。ちょっと早いか。よっ。お、しやな。言うて一緒ですよ。あの一コマずれの天敗7起こるじゃないですか。
あれって一コマじゃなくてもっと滑ってくることもありえるんかな。絶対無理なんですね。いやもうほんとこのラッキー待ちやわ。ノーマルリーチマジ当たんないっすわ。固定ならもちろん狙うことはある程度狙うことは可能ですけど、そういうわけにもいかないんで、ね、結構1キロの時は1キロですね。あー一コマどこの騒ぎじゃないな。あなんやね出てよ。よし2、3、4、5、6、7、来い。3、4、5、ちくしょ、ちくしょ、当たんない。これは当たんないわ。台にもよるんかな。どれぐらいの確率なんかな。うん、あーチェリーですね。滑ったもんね明らかに。やっぱりだからフラグはもう絶対やな。7のフラグ立てない、あの引いてないと無理です。これは適当でもいいと思いますわ。左7だけ一応狙っといて、真ん中はどうせテンパるから、左7を出せないとダメかもしれないんで、で、あとはもう連打でいいかもしれない。クイ。まあ絶対無理やね。あの 岩落とし野郎ではもう絶対に無理ですね。確率 5% もないんじゃないの。この辺で外れかくぐらいの感じなんで、となると寒いんですよね。せっかく出してくれるなら当たる、もうちょっと当たるかもみたいな希望を持たせてもいいと思うけどな。しかも5000とかまであるから、正直そんな1回7引いて300じゃないですか。何時間やるねんって話ですね。ちゃん機能とかが備わってるわけでもないから、今適当に回してますけど多分一緒やと思うんですよね。でそうフラグがあれば勝手にこう来るしっていうので、出しても外れるだけ。よいしょ。2100でミニ竜ですね。欲しいけどちょっと時間かかりすぎるなこれ。お金で買った方が早そうっすレベルですね。もうちょっと当たるかと僕は思ってたんですが、申し訳ない、全く当てられないっすね。台が悪いのかな。レートさえ上げれればカードめくりでもいいんですけど、コインが3枚なんですよ。
コイン30枚でいきたいですわ。コイン3枚なのよね。誰も一緒やしな。はい、いいとこ行ってるよ。決めろ。もう一丁やー。もう二発か。ピカチュウの上やもんね、多分。ピカ。ここ。イラつくな。無理やでこれ。マジか。こんなに当たらんと思わんかったっす。へこんできた。気持ちがもう。まあいい当たりは見せたけどもね、意外と確率が低いというこの辛さ。いや当たるんでしょうけど、このクソ演出が時間だけ食われて全く当たらない。きた、やったやっと当たった。マジで長かった。めちゃくちゃハマったやんけこれ。いやー長かったよー。まあなんとかね、なんとかお見せできました。よし、これで景品交換しましょうか。アーボ、アーボ700回。ケーシーとりあえずもらうか。高峰。え、でもあれでしたよね。ケーシーは通信じゃないとダメみたいなこと言ってなかったっけ？進化すんの。なんかそんなようなこと言ってたような気もするな。どうやったっけ？なんかそんなようなこと言ってませんでしたっけ？エドガー・ケイシーでしょ、あの有名な、そっからでしょ、エドガー・ケイシーだったっけ。そんなような名前でしたよね。ちょっとこの辺のどっか誰かが言ってたような気がするんだけどな。いや、都会の小金持ちだらけってことやろ。ちょっと教えてくれ。スペシャルアップ。あれ誰が言ってた、なんか通信がどうのこう言ってたやつおったやんか。こいつか。違う、こいつか。これや、ゴーリキ、ユンゲラ、ゴースト、ゴローンの4種。これユンゲラ、多分ケイシーはユンゲラになるんちゃうかなと思うんですよね。ユリゲラーですよね。エドガー・ケイシー、ユリ・ゲラーの流れですよね。そんなんケーブル通さな進化せえへんって分かってるやつ育てたくないような気もするしな。もしかしたら一人用としてコンピューターと通信することもできるのかもしれないですけどね。あとアーボってヘビですよね。こんな下におるわ。こいつっすよね。うわ、強くなりそうやなこいつ。これでも
虫の仲間ちゃうやろな。一回返してもらいに行こうかな。ゲーム内時間じゃなくてこれリアル時間かもしれんな。あ、来た。メリーさん見て、戦闘か。随分と成長したな。レベルで言うと5ぐらい育ってる。だるっ。金とんねや。まあそら育てややからな。教祖全然育ってへんやん。モテへんし、ほんで教祖全然育てへん。飛脚、これ飛脚が邪魔。これちょ、そう、飛脚がめっちゃ邪魔やん。いやでも腕力もらえるんやんね。ちょっと腕力気になるな。合力になるんですよね多分。でもあれか、それもそれも合力も結局通信ケーブルがないとみたいなとこに入ってませんでしたっけ。いやちょっとそれへこむな。それ無理よ。それ無理なのよ結局のところ。まあでもちょっと欲しいけど、まあいいか。次回ちょっとジムとかも軽く行ってみますかね。はい、ということで、ただ次回ジムとそのまあ腕力悩みましょう。どっかの家にいましたよね。どっかの家にいましたので、そこ行ってみたいと思います。では次回。